今さ、ほんとこのこれだけじゃなくってちゃんと。どうもマグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。まるでホラーですね。誰もいない部屋で動いているプレイステーション4、その部屋じゃないところでコントローラーと小さい画面でプレイしている俺というこう一連のねホラーからお前かよ的な流れのオープニングをご覧いただいたと思いますが、あれガチで遠隔プレイしてるんですよ。エクスペリアとプレイステーション4があれば一度接続さえしてしまえばどこでもプレイができるんです。今日はその方法をご紹介したいと思います。僕のまあ好みはですね、バイト新三国無双8をやっていきたいと思います。やってまいりました。今からですね皆様にご紹介するのはエクスペリアとプレイステーション4を接続する方法でございます。まず、ご覧いただいているエクスペリアの画面に PS4 リモートプレイというものがございますね。でこちらを立ち上げますと、まあ、このような画面ですね。 PS4 のある場所にいなくても本機を使ってって、まあ、先ほどご覧いただいたような感じなんですけれども、で、ワイヤレスコントローラーデュアルショックこれですね、こいつが使えるよと。なので、そいつをまず登録するところから始めたいと思います。この PS4 リモートプレイアプリというのは簡単にダウンロードできるので登録しましょう。登録する。ライトバーが白く光るまで、シェアボタンと PS ボタンを同時に押してください。こういうことですね。こことここを同時に白くなるまで、せーの、はい。おおおおお、ピカピカしてる。あ、登録完了だって、すげえ。 PS4 のある場所いなくても本機を使って PS を楽しめます。次へにするとプレイステーションネットワークへのねログイン画面が出てまいりますので、ログインいたしましょう。はい、ログインを完了するとこのような画面になります。検索中、PS4 が見つかるまでに数分かかることがありますと書いておりますが、おおお、つながれ、 OK、 おおお、ご覧ください。ほらほら、わかりますかこの感じ。あ、今私エクスペリアでプレイステーションを操作してます。これすごくねえか。今プレイステーション4そこにあって、今エクスペリアここにあるんですけれども、冒頭でご覧いただいたように離れた場所でもこれ左右、実は外出先でもこれ使えるんですよ。すごいなと。あとね、ご覧いただいている方のお部屋にテレビがない、でリビングにプレイステーション4あります。でリビングはみんながテレビを見ている。じゃあ俺はどこでプレイステーションすればいいんだ。ここです。縦にするともうこれロックすればいいだけのことなんでね。ほら横画面、全画面にこうしてみるともう完全にこれプレイステーションの画面だよね。でこのプレイステーションの画面をこのデュアルショック4で触ることができる。さらに言うとこのようにですねエクスペディアからプレイステーション4の音が出ます。今実際にここのここから聞こえてる音とここから聞こえてる音が同じ。すごくない？これとこれ触ればどこでだってあなたのプレイステーション4をプレイすることができる。見た感じ触った感じもう全然遅れてないですね。ほら全く一緒でしょ。すげえな。いやこれには驚きましたね。はあ、あーだこうだとご説明させていただきましたが、新三国無双8をエクスペリアお返しデュアルショック4でプレイしていきたいと思います。偵察部隊俺に続け。きたー。敵艇を突破するぞ。ご覧ください、これ今エクスペリアでねプレイしてますよ。いいね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 。じゃあ俺はボスをやりに行くよ。うーおっしゃー、うるうる、R1 ボタンを押しながら、うーら、そしたらか、うーら、はっ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 は、どうだ、我が実力を見たか。お、みんながどっかに行こうとしてるね。あ、小京がいる。お馬さん待ってたわ、行くわよ。敵に不穏な動きあり。オッケー。これさ、今さ、ほんとこのエクスペディア返してやってるけど直接やってんのと全然変わんねえよマジで。さあ、さらに敵陣を見つけた。蹴散らすわ、任せて、とどめを刺すわ。
隊長をやってしまえば敵の兵士たちの戦意を速度できる。させない。うら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 させないわよ。見ましたか今の一連の動き。私が先陣を切り敵の戦力を削いであげよう。行くべき場所はしっかりと矢印で示されるので迷わずね突撃することができます。次の敵陣を間もなく発見するよ。あんたたちね。うーる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 とどめ。行くわよ川の向こうへ。お、もう戦ってるわね。任せなさい。さあ、ダメや。どんどんこうやって領地をね、拡大していくんですよ。ほら、おー、よいしょ、とどめよ、私が刺します。へへへ、あとあんただけね。うっ、へへ、どう無敵よ。私無敵よ。どうも私がこの戦場で最も危ない女と歌われている私です。ありがとうございます。重要なところを制圧。無双するわよ無双するわよ。いやーだららだーって空中に上げ、そしてとどめを刺す。どうよこれ。次はあんたよ。いや、させないわよ。いいよ、いいちゃった。おら、おら、おら、おら。お馬さん、おいで。次行くわよ。次行くわよ、お馬さん。こっちだわ。必殺クライナー。クライナー、来ないでください。はい、もう来ないでね。陣地に入りました。ここにはねボスがいるのよ。頭は誰。私が相手になるわ。あんたね。暗い暗いな。おらおらまだまだ。いや、大将の器を見ればこの結果は必然か。はっ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 はリアルタイムでやれてます。本当にバッチリ。こういう時代が来たかという、ことですよね。全然知らなかった俺こんなのができるって。これね今は、新三国無双8ということでシングルプレイで、まあ、1人でやりましたけど、ほとんどのソフトがね対応してるので、みんなとやるときにでも、例えば自分だけ外出先だったりとかで、でもみんなでじゃあマルチやろうやみたいな時に手元にあれば、それでもリモートプレイができてしまうよと。はい、でこれを持ってこれとこれを持っていけばプレイステーションの環境で操作ができるし、なんだったらこの Android 1台でプレイすることもできるということですね。今画面も一緒に映してますけども、まあ、こういうことですよ。ちょっとやってみましょうか。多少のね扱いにくさはありますよ。だからこれだけじゃなくってちゃんとこのコントローラーつけてやるといいよということですね。すごいね。いやあ、ちょっと普通に楽しくてやっちゃいました。ボコボコにしちゃいました。はい、ありがとうございました。そんなわけでですね、詳しくは概要欄の方に行っていただいてご覧いただきたいということと、まあ今回はですねこのようにエクスペリアとプレイステーション4、シームレスにすごくこうラグのない状態で接続できるということを実際にご覧いただいたと思います。コントローラー、エクスペリア、ネット、そしてプレイステーション4、プレイステーション4、ネット、エクスペリア、コントローラーっていうこの一連の流れがあんなラグなしでできるっていうところがやはりすごい技術の進歩だなっていうことを思いました。当たり前じゃないよこんなの。普通できないから。作ってくださった方誠にありがとうございます。テレビがないところでももちろんできるし、家から出て外出先でもできるというところがね
皆さんに伝えたかったところです。デビルさん、またじゃあね。